いた！見ろ、本物もいるぞ。やっぱりいろいろ悩みとかあったんだな。けど必ず暴走は止めてやる。俺もこんな風だったってわけか。やれやれ。あら、ステージの上に手出そうっての勘違いなお客。さらにきついのがいるかしら。決めろ、せい、手出すな。我ら汝行くぜ、エルソバ。行きなさい。ダッシュ。
にしないでよね。見せてあげる。ペルソナ。立てぬか。決めるぜ。目覚めて。我は何時。はい。何？こんだけぶたれてまだ不満なわけ？贅沢なお客。じゃ、いっそ死になさい！あいつ全然こっちのが当たんないじゃん。くそ、攻撃が全部読まれてるみたいだ。クマ、何の役にも立たんクマ。なんだこの力って。多分こっちを探ってるクマ。ちょっとまずいクマ。まずいってどんな風にだよ。はい、解析完了。反撃行くよ。かわせるもんならやってごらん。いや、やめろクマ。嘘だろ、こんな。勝てないってこと？私たち死んじゃうの？ダメクマ。死ぬとか絶対ダメクマよ。クマはどうすればいいクマ。みんな先生。クマにできること、何かあるはず、クマ！クマは、また一人ぼっちになるの？いや、クマよ！チッ、またやりやがる気だ。クマ！はーい、またまた解析完了！さよなら、永遠にね！やばい、来るぞ！考えるより先にか、体が。何前に出てんだわしゃ。とんでもないことをしでかしそうで困ってしまっている自分。こうなったらやってやるクマ。クマの生き様、じっくり見とくま。何か、すごい高エネルギー。あの変なやつ、飛んでくる気。クマ、てめえ何する気だ。おい、うわ
クマークマ、バカが無茶しやがって。クマ、みんなの役に立てたクマか。立ったどころじゃねえよ、命の恩人だよ。そっか、よかった。一人ぼっち嫌だから。クマくん、クマ、なんじゃこりゃ。クマの自慢の毛並みが。とりあえず死にそうではないな。リセちゃん、ここってごめんなさい、私のせいで。本当よかった。起きて。ごめん、今まで辛かったね。私の一部なのにずっと私に否定されて。私、どの顔が本当の自分か考えてたけど、それは違うね。そんな風に探してちゃ本当の自分なんてどこにもない。本当の自分なんてない。あなたも私もテレビの中のリセチーだって、私から生まれた全部私。リセちゃん、リセっていいから。確かお店に来てくれた人だよね。こいつだもん。そっか、先輩になるんだ。みんなありがとう。後で全部ゆっくり説明するから。今はどうしたの、チエ。本当の自分なんていない。おい、クマ。ダメ、下がって。あの子の中から何か。本当自分実に愚かだ。なんだよあいつ。まさかもう一人のクマくん？クマくんの内面ってこと？多分そう。でも何かの強い感傷を。何がどうしたクマ？真実など得ることは不可能だ。真実は常に霧に隠されている。手を伸ばし何かを掴んでも、それが真実だと確かめる術は決してない。なら真実を求めることに何の意味がある。目を閉じ己を騙し楽に生きていく、その方がずっと賢いじゃないか。何言ってるクマか。お前の言うこと全然わからんクマ。クマがあんまり賢くないからってわざと難しいこと言ってるクマね。失礼しちゃうクマ。クマはこれでも一生懸命考えてるの。それが無駄だと言っているのさ。お前は初めから空っぽなんだからね。お前は心の底では気づいてる。でも認められず別の自分を作ろうとしているだけさ。失われた記憶などお前には初めからない。何かを忘れているとすれば、それはそのこと自体に過ぎない。そんなの
嘘クマ。なら言ってやろうか。お前の正体はどうせただの。やめろって言ってるクマ。クマさん。お前たちも同じだ。真実など探すから辛い目に遭う。そもそもこれだけの深い霧に包まれた世界、正体すらわからないものをこの中からどうやって見つけるつもりだ。そうしてまた自分をさらなる苦難にさらすか。理解に苦しむな。では一つ真実を教えてやろう。お前たちはここで死ぬ。知ろうとしたがゆえに何も知り得ぬままな。くそ、クマ抜きでこんなのとどうやって戦えば。大丈夫、構えて。ちょ、まさかその体で一緒に戦う気。平気、私は多分倒れてるその子の代わりができるから。今度は私が助けてあげる。我は影、真なる我。お前たちの好きな真実を与えよう。ここで死ぬというのが例の定めをな。クマのやつ、見かけよりずっと悩んでたみたいだな。俺たちで救ってやろうぜ。愚かしい隣人ども、さあ、末路は潔くするものだ。やるぜ。あれば何時、はい、行くぜ、エルサ
ペルソナ！やるぜ！ペルソナ！我れば何時？はい！行くぜ！ペルソナ！
ぜ。ペルソナ。ありがとう。我は何時。はい。行くぜ。
あれはクマさんの一面なの？けどまさかクマくんにも抑え込んでた心があったなんてね。クマ、クマは自分が何者かわからないクマ。ひょっとしたら答えないのかもなんて、確かに時々そんな気もしたクマ。だけどクマは今ここにいるクマよ。クマはここで生きてるクマよ。それじゃあクマはもう一人で悩まなくてもいいクマか？しゃあねえな、一緒に探してやるよ。この世界のことを探っていくうちにクマさんのこともきっと何かわかると思う。みんなクマは、クマは過去ものクマ。これってペルソナ？外へ出よう。リゼちゃん、大丈夫？もうちょっとで外だからね。私よりクマ。お前、大丈夫か？俺ら戻んなきゃなんねえけど。しばらく一人にしてほしい、クマ。おい、自慢の毛並みもカサカサだし、鼻も利かんで迷惑をおかけしてるし、毛が生え変わるまでトレーニングに激しく励むクマ。誰もオーラを止めることはできねえ。あ、そうあれ、急にどうしたんだよ。話しかけないでほしいクマ。あ、そうあれ、ふん、ふん、あ、そうあれ、ふん、ふん。そっとしといてやろうぜ、男には。一人で越えなきゃなんねえ時があるもんなんだよ。そんなハイブローな話？じゃあリセちゃんは私と知恵で送ってくね。とにかく今はゆっくり休ませなきゃな。話はその後でいい。じゃあクマくん、頑張ってね。華麗に復活するまでしばーし待っててほしいクマ。前にも言ったけど、先生の力にはどこか特別なものを感じるクマよ。きっとクマにもクマだけの役目がある。先生といるとそんな気がするクマ。だからそれ探すために強くなるクマ、クマ。大島さん、前危ないですよ。みっちゅー、だんだんだ、こんなとこに段作ったやつ。大工ですよ。てか、家に突っ込んでないで、ほら。おー、
帰ったぞ。ナナカ、ただいま。ただいまな。おかえり。ああ、ナナコちゃん。悪いんだけど、布団敷いてきてくれるかな。はあ、やれやれ。いくらなんでも飲みすぎだよ。これが、飲まないでやってられるかってんだ。ったく、あのガキ偉そうに。おっちゃんな、うちおめえらがランドセルだった自分からこの商売やってんだ。実は県警から特別捜査協力員ってのが送り込まれてきたんだよ。いやほら、4月からの連続殺人にあんまり進展がないからさ。で、その協力員ってのが名の知れた私立探偵事務所のエースらしいんだけどさ、会ってびっくり。君くらいの子供なんだよ。頭はやたら切れるって話だけど。ただのガキだろ、あんなの。役に立つわけねえよ。やれ、推理推理推理。け、エースだかなんだか知らんが、ガキの遊びに付き合わされる身にもなりやがるってんだ。バカにしやがって。その彼、何事件を解く力になれれば報酬はいらないなんて言っちゃっててさ、おかげで上がすっかり気に入っちゃって僕らも断れなくて。あだち、あーすいません、また自分なんか言っちゃいました。ちゃく、楽しそうにペラペラ喋りやがって。元はと言えばおめえがあの覗き男を早がてんで引っ張ってきたからだろうが。いや、それと、お前も悪いんだぞ。何かと現場はチュロチュロしやがって。お布団敷いた。ほら、堂島さん、立ってください。ナナコちゃん、布団敷いてくれましたよ。お酒臭いね。
ああ。Thank you.
ありがとうございました。あ、俺、小西直樹です。よかったっす。さよなら。おう、おかえり。なんだ？すまん。いや、どうした？え？参ったな。すまん。ありがとな。おやすみ。